3つ目こちらです。じゃん、絵って本来とてもおしゃべり、はい、ということで、はい、あの学芸員さんのお仕事って面白いなと思って、まあ、今回の展示なんか見ますとますますそう思いますね、はい、うん、あのそれに至るまではあの苦労の連続なんですがです、ね、まあ、見てくださる方がそう言ってくださるのが一番もう本当に励みになります。で、あの、まあ、何が苦労かっていうと、あのその作品の魅力っていうものをどう伝えていくか、はい、あの、まあ、本来絵というのはいろんなことが、書かれておりますし、あの見るにあたっていろんな引き出しがあります、言ってみればとてもいろんなことを本来語っている、おしゃべりしてくれる、絵はおしゃべりなんだよって、そういう存在なんですね、はい、で、そういうものをどうやって展示を通じて引き出していくか、あの魅力ってものを伝えていくか、まあ、見ててすぐ、分かるものと見てて、伝わるんだけどなんだろうって思う部分とかいろいろあると思うんですが、そういったものって、まあ、例えば説明通じたり逆に他の作品ある意味意図を持って他の作品と並べて、展示することで伝わってくる部分というものもございまして、まあ、そういうものってどう考えるかっていうのは、苦労であったり、まあ、醍醐味だったり、はい、したりします、今日もねこうぐるっとこう、まあ、あの解説を読みながら、まあ、いろいろ教えていただきながらくるっと見て、はい、振り返ってって振り返ると、ちゃんとそれのこう対峙するような絵がかかっていたりとか、はい、この見せ方そのものにもとっても物語があって、本当にこう上手に誘導されるというか、あの道をつけてもらって、とっても楽しめました。並び方とか見せ方とかで、味わいはやっぱり同じ絵でも全然変わってくるものですね。変わってきますね。やっぱり少しでも一点一点の作品の魅力を引き出したいと思いますので、その辺の並べ方はいろいろ考えます、でもあの今回も三岸さんと池田さんって年代的に特別こうすごいぴったり同じ時代を生きたっていうわけじゃないじゃないですか、逆に見事なぐらい外れてます、見事なぐらい外れてるんですよね、そこをまたちょっと並べて共通点を見つけていくの面白いですね、そうですね、まあ、最大の共通点が、自分の方にはまらないで、どん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 あの変わることを恐れないというか、はい、生涯を通じてどんどんスタイルを変えていったっていうことになりますね、まあ、その中で例えば、気になった、画家さんで共通しているのがピカソ。ピカソ、あ、そうそう、ね、あのもう入り口入ってすぐのところの作品、絵を見てほしいな、並んでなるんですよね、はい、まあ、ピカソに触発された作品というのもありまして、で本当に、自分の尊敬する人、気になった人というものを、表現というものをいろいろ取り入れていく、でそれはあの真似ということではなくて、そこからどんどん自分のスタイルを、作り出していく入り口でもあったりするんですね、それぞれの作家の歴史とか、女性との出会いとか、あの2人とも女性の姿をたくさん描いているところも特徴でして、本当にいろんな人を表情を豊かに描いてますね、そういうコーナーがあるんです。感動しました、はい、ありがとうございます、ね、そういう人間臭い部分と、それからテクニカルな部分がどんどん変わっていく、あと時代に合わせて何かその海外に行った経験とか、そういうものがもう如実に作品に現れていって、もう全然こう違う作品をどんどん出していく、ああいうなんかこうみずみずしさっていうか、そこもすごい共通して感じました、で技術も自分で、独学で組み出して、編み出していく、まあ、そういうところも共通してるかもしれませんね。そうですね。あと意外な、なんか何でしたっけ、親戚のお兄さんの話があったんですか。はい、ですね、唯一直接の接点というべきことがありまして、三岸幸太郎の、お兄さんは、時代小説家の下沢寛なんですけれども、昭和30年代に、池田松雄がですね、この下沢寛のエッセイの挿絵を書いているんですね。ご縁ですね。で、あの兄弟を通じて、三岸と池田の2人の接点が、あったという出来事はあったりします、それも、ね、上で見れますから、ぜひご覧になってください、ご覧いただければと思います。
そのようにいろんな企画をしながら、作品の味わい方、はい、楽しみ方を見せてもらうっていうのが、学芸員さんの仕事なんですよね。はい、そうなんですね。いろいろお話伺ってまいりましたが、最後に一言いかがですか。そうですね、さらに勉強を重ねてですね、三岸幸太郎の魅力というものを、引き出せるような企画をどんどん作っていけるようになりたいと思っております。はい、札幌にこんな素敵なスポットがあったのかというところを、今日は福津再発見でございました。木ねずみさんのお茶の香りに包まれながらですね、今日はお送りいたしました。今日のゲストは北海道立三岸幸太郎美術館学芸員の福地大輔さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。